崎委員がですね、入手された文書の信憑性について、まあ、私は大いに疑問を持っております。私の電話に盗聴器でもついてるんでしょうか。これを捏造の文書だとおっしゃるんであれば、仮にこれが捏造の文書でなければ大臣そして議員を辞職するということでよろしいですね。結構ですよ。こういった正確性や正当性が定かでない、まあ、こうした文書について私から何か申し上げることはありません。次に小西洋之君の質疑を行います。小西洋之君。はい、立憲民主社民の小西洋之でございます。質疑の冒頭にあたり委員長のお願いさせていただきたいことがございます。本日の私の質疑は、2015年の5月に高市総務大臣が突如行った放送法のこの解釈、それが実は首相官邸の安倍総理以下の限られた政治家によって不正な行為によって作られた、その内部文書ですね、それを示す証拠を示す内部文書を総務省の職員の方から提供を受けて質疑を行う。それでそのためにその配布資料を準備しておりました。しかしその今配布資料が与党の理事と私どもの立憲の理事の間で協議事項になっております。で、与党の理事のご主張は、総務省はこうした文書が総務省の中にあることは認めているんだけども、その文書が正確なものであるかわからないので、それを総務省に確認させるというふうに与党は言っております。行政が作り、行政の中にあることが分かっている文書について、そこに書いてあることが正確であるか、誰が判断するんでしょうか。これ、7年、8年前の文書なんですが、そんな理由でですね、この予算委員会の資料を止めたということは、私も13年間予算委員会にほぼ在籍していますが一度もないと思います。ですので委員長にお願いいたしますが、私の文書の取り扱いについて理事会協議をしていただきたいと思います。ただいま小西委員から資料につきましてのご発言がございました。この委員会における資料の配布につきましては全会一致というのが基本にはなっております。朝からもいろんな協議をいたしました。今質問を始められますけれども、この資料のことにつきましては理事会でですね、改めて筆頭間でまず協議をいただいて、ここで協議が整わないわけでありますから、このことにつきましてですね、現状においては全会一致ということになっておりましたら、その資料というものをここにですね配布することが認められないというように考えております。今のところは。はい、小西さん。私のお願いは理事会で、朝の理事会で言われてなかった理由だと思います。行政文書のがあるんだけども、総務省の中にある文書であることは総務省も認めてるんだけど、与党も確認したんだけど、そこに書かれてあることが正確であるかどうか、行政文書で あるのにあって、その中身の正確性などということを、じゃあどこの部分の何について正確性を誰が判断するんだということですから、そんな理由で文書を止めたことはないんです。行政が作ったもので行政にあった文書であれば、その中身の真実性、そうしたことも含めて国権の最高機関で審議をするのが議員内閣制の定めでございますので、筆頭間協議ではなくて委員長のもとの理事会で私の文書の取り扱いを協議願います。ちょっと両方出てきて、始められないということでしょ。前川さんやりますよ、じゃあ一遍総理、高市先生に大臣にご質問した前川さん、質疑始まったね、違法な解釈、高市大臣にその放送法の違法な解釈を初めて、じゃあ、いや長野的にまだこっちと決まってないから、須崎補佐官と一緒になって、私は今日それやりませんと。はい、小西委員に申し上げます。今、両筆頭理事、こちらに来られまして、ただいまの件につきましては、その取り扱いを後ほど理事会で協議をいたしますので、質疑を続行願います。
小西博之君。はい、末松委員長の採点に心から敬意を表させていただきます。本当にありがとうございます。その上で岸田総理にご質問をさせていただきます。この文書なんですが、総務省には私10日前に渡して、先週のうちに総理にも官房長官のお手元にも渡っているというふうに私は承知をしております。でこの文書の位置づけについて2月28日の2時30分参議院の第一議員会館という会議室という場所で、総務省の文書責任者である今川官房長からこの文書を行政文書としないということはしないつもりですと。ただ行政にある文書だけじゃなくて、もう行政が組織的に作り、組織的な行為のため、業務のために作った行政官の私的メモとかではない、もう本当の行政文書として認めるつもりなんだけれども、ちょっといろんな事情があり今は整理中というところで申し上げさせていただきたいというようなこともまでおっしゃっていただいておりますので、そうしたことを総理に申し上げた上で、総理よろしいですか。この後理事会が開かれますので、総理の方からですね、ぜひ政府にご指示をしていただきたいんですね。行政が作って行政の中に保存されていることが分かっている文書、その中身の正確性で国会の審議を止めるようなことは岸田政権のあり方としてはあってはならない、そうした指導を総務省にしていただくように、それをお願いいたします。松本総務大臣。まず、小西委員が公表され、ご提示された文書につきまして、私ども当該文書に示された関係者について、その事実関係等について、事情を伺いました。これにつきましては発言者の方々、発言内容の確認を取られたことはないというお話がありました。また文書中の発言内容や表現についてかなりの方々が認識が異なっているというお話もございます、判明いたしました。さらに形式的な作成者が明確でないもの、作成された経緯がわからないものもあることが明らかとなりました。事実に基づいての記録であるかが確認できず、文書の正確性を確認できないというふうに認識をいたしております。その上で、よいしょ。静粛にしてください。はい、ちょっとお待ちください。よいしょ、これか。はい、その意味でこれが行政総務省の文書であるかについては精査中でございます。私としては公の文書というのは、正確性が重要であるということで考えており、その内容についての精査が必要であるというふうに考えているところでございます。小西博之君。はい、今の総務大臣の発言、私もかつて総務省の官僚だったんですけれども、その先生方も総理も含めですね、ご認識のとおり、森友学芸学園、あるいは一昨年、私がやらさせていただいた東北新社の外資規制違反の質疑、すべてこの行政文書、こういうやり取りの、今回私のものと同じような内容のものが、委員会の配布資料として使われております。で、まさにそれの内容が事実なのかどうかを審議するのが国会の場でありですね、別にそれを総務省の大臣が真実かどうかわからないという、そういう見解で国会の審議を止めるのは議員内閣制の否定だと思います。どういう文書かだけ申し上げさせていただきますが、もう言いますけど、放送政策課の放送政策課と放送部局の筆頭課なんですが、そこの統括補佐、一番偉い課長補佐です。私もその次席の課長補佐をかつてやっておりました。その課長補佐さんが作ったり、あるいはその上司の一番偉い局長さんが作ったりした文書であり、その文書、よろしいですか。旧郵政の事務次官級の総務審議官、官房長、そして技術統括審議官、放送担当の局長審議官、総務課長、地上放送課長、こうした最高幹部で共有している配布先で書いてあるんですね。こうした文書を国会で審議できない、真意不明の文書で審議できないんでは、もう政治が、議会制民主主義が成り立ちませんので、総務大臣は先ほど質問しておりませんので、もうこれ以上やりませんが、これでは国民のための質疑ができないし、決死の思いで、懸命の思いで、
放送法を国民の手に取り戻してくださいという、そういう思いで私に文書を託してくださった総務省職員の思いを答えることもできませんので、私の質疑は一旦ここで止めさせていただいて、残念ながら午後の理事会で、私のこの配布資料、総務省の職員の方から提供された、2015年にたった一つの放送番組で、政治的な公平を判断し、そして最後には放送局の電波も止めることができるというですね、こうした解釈、それが違法であることを記した文書の配布は認められませんでした。まあ、立法府の一員として良識の府がここまで落ちたかと私は本当に残念でございますけれども、まあ、しかし文書はもうお示しで質問通告もしておりますので、しっかりと質疑はさせていただきたいと思います。岸田総理、この文書なんですが、その総務省の職員の方から私は受け取るときにこのような言葉をいただいています。私が総務省の行政官である証としてこれを小西議員に託したい。私は放送行政に携わる総務省の職員として、このような国民を裏切る違法行為を見て見ぬふりをすることはできない。どうかこの資料を使って国民の皆さんの手に放送法を取り戻して、日本の自由と民主主義を守ってください。そうした言葉をいただいているところでございます。この2014年から15年にかけての放送法の解釈の改変でございますけれども、さまざまな点から、私かつて放送節査課でまさに放送法の解釈を担っていた総務省の官僚でございますけれども、違法であるということが指摘されるできると思います。一つはその目的と動機でございます。岸田総理に伺います。総理も先週からもうお手元にわたって質問通告もしておりますから、文書をご覧になっていると思うんですが、当時の磯崎総理補佐官のこの解釈の改変の目的は、TBS のサンデーモーニング、そういった個別の番組が政権批判的な、まあ、彼はそう受け取ってるんでしょう、その個別の番組がけしからん、これを違法とできるような、そういう放送法の解釈を作るんだという目的でございます。実際に安倍総理のレクによって、安倍総理がその解釈を認めた時のですね、3月の6日、磯崎補佐官の、3月の5日の安倍総理のレクなんですけれども、6日の磯崎補佐官から、平成20年3月6日、磯崎補佐官から、総務省の安藤局長に対するこの説明、それにはこのように書いてあります。サンデーモーニングは番組の路線と合わないゲストは呼ばない、あんなのが番組として成り立つのはおかしい、とにかくサンデーモーニング、総務省もウォッチしておかなきゃだめだろう、けしからん番組は取り締まるスタンスを示す必要があるだろう。他の箇所でもこのサンデーモーニングについて厳しい批判を行っているところでございます。総理よろしいですか。時の権力者が、総理に聞いてますから質疑妨害しないでください。総務大臣、時の権力者が政権に批判的かどうか分かりませんが、特定の番組を狙い撃ちにして放送法の解釈を改変をする、こうしたことは政府の、法の支配の下の政府としてあってはならないこととお考えになりませんか。岸田内閣総理大臣。ご指摘の点について、昨日、委員も記者会見を開かれたと聞いております。その放送法の解釈に関する一連の経緯について、疑義が呈されている、このように承知をしております。要は、個別の法案の解釈についてのこの経緯でありますので、これは個別の法案を所管する大臣がお答えしなければならないと考えています。よって総務大臣からまずお答えをさせていただきます。いらない。松本総務大臣、片道ですから。今委員からお話がございましたが、そもそもご提示の文書については、先ほども発言者の確認を取られていないこと、文書中の発言内容について、家内の方が認識が異なっているとおっしゃったこと、行政文書であるという話でありますが、行政文書であるかどうかは、公文書の管理のルールに従って判断をされるものというふうに思います。私自身は民間の企業におりましたが、業務上の文書、資料というのは、やはり相手方に、もしくは発言者の確認を取るなど、正確性を期すための手順を踏むのが通例ではないかというふうに思いますが、この文書については、そのような手順も取られていないのではないかという意味もあります。
また先ほども申しましたように、作成者等もお確認が必要で、この文書、精査をさせていただいてますが、精査をすればするほど、さらに精査しなければいけない事項がいろいろあるということがございます。で、ございますので、この文書に基づいて、については私も申しませんが、解釈については、しっかり私の方からも所管をする大臣として申し上げなければいけないというふうに思っております。このご指摘のあった見解は、政治的公平であることについて番組全体を見て判断するというこれまでの解釈を補充的に説明し、より明確にしたものでありまして、従来の解釈を変更したものとは考えておりません。小西委員にはもう申し上げるまでもないと思いますが、昭和の時代にもこれに関する答弁で、極端な場合を除いてという答弁もございますが、放送法の解釈は従来から一貫して、解釈を変えたものというふうには考えておりません。その上で、重的な説明をさせていただいたところでありますが、放送法の適用、運用にあたっては、やはり表現の自由、知る権利などが、をしっかり鑑みることが必要でありますので、慎重に法にのっとって、運用してまいりたいと、これまで通り、そのようにしてまいりたいというふうに考えております。小西洋之君。総務大臣、関知しないようなつもりでいるんですけども、森友学園、私の外資規制違反 の立証も含めてですね、そこに名前が載っている官僚の皆さんが違法行為を否定する記憶にないというのは、皆さんご存知のとおり、もう日曜茶飯事に起きていることでございます。なお申し上げますけど、大臣、総務省の官房長が、あるいは今の局長にも伝えているんですが、私はここの文書に載っている局長さんは、私の直属の前の上司なんです。私が放送政策課の課長補佐だった時の放送政策課長なんです。なので、携帯番号も知ってるんで、数日前に電話しました。まさにこのことをよく覚えていらっしゃいました。当たり前ですよね、自分がやったことなんですから。なので、大臣が当時の関係者に確認してないというのは虚偽答弁ですから、それを厳しく指摘をしていきたいと思います。その上で安倍総理、よろしいですか。解釈の経緯の問題じゃないんです。解釈の経緯、首相か、あ、岸田総理、岸田総理、ごめんなさい、解釈の経緯の問題ではなくて、首相官邸の中において、総務省の中じゃないです、首相官邸の中において、磯崎補佐官と安倍総理が、この解釈を認めてやっているわけです。ですから、これは内閣の責任者である岸田総理の問題として行わなければいけません。岸田総理、よろしいですか、質問です、岸田総理。文書をご覧になって、岸田総理、文書をご覧になって、サンデーモーニングなどの個別の番組、これに圧力をかける、それ以外の目的で、この解釈、新しい解釈を作った、そうした箇所が何か認められるものがありますか。その前に、すみません、総務大臣、補足を答弁でございます。官房長などが問い合わせているというのは、私も関係者に紹介して精査をしていると申し上げました。当時、この記録を作成するにあたって、関係者に紹介をしていないということを申し上げたんで、そこだけはぜひご理解をいただきたいと思って、発言の機会をいただきました。以上です。手短に終わりました。いやいや、確認をしたかった、補足答弁だから。はい、それでは岸田内閣総理大臣。関わった人間について、今、委員の方からありましたが、しかし基本的にこれは放送法という個別の法律の解釈についての一連の議論が行われた、こうした中でのやり取りであったと理解をしています。この文書についての評価は先ほど総務大臣からあったとおりでありますが、さまざまな意見や議論が交わされる、これは当然のことであります。そしてその個々のこの発言について、私の立場で何か申し上げることは控える。なぜならば、個別のこの法案の解釈についてのやり取りということだからである、このように申し上げております。小西洋之君。解釈の話をしてるんじゃないんですね。
権限も資格もない方が、まともな議論も何もないままに、不当な政治的な目的、個別番組を狙い撃ちする目的で、放送法の解釈を変えたという、そういう政治的な事件を私は質問しているんですね。質問通告も差し上げていますが、平成27年の2月の24日の磯崎補佐官の発言で、この件は俺と総理が2人で決める話という発言があります。岸田総理に伺います。放送法の解釈を総理と総理補佐官2人で決めてよろしいんですか。岸田内閣総理大臣。いや、そういった発言が本当にあったかどうか、これは確認する、確認はできておりません。いずれにせよ、これは一連のやり取りは、総務省の所管する放送法という法律の解釈に関する一連のやり取りであると理解をしています。よって、所管する総務省、総務大臣において、お答えをさせていただいている次第であります。小西博之君。当時ですね、この安倍総理もこのサンデーモーニングについて、これはけしからんという、この見解をですね、持っていたということは、高市大臣と安倍総理との電話記録というものを、当時の大臣室の平川参事官、平成27年3月9日付 の記録によって示されておりますけれども、高市大臣と総理で安倍総理でこういう会話があったというんですね、安倍総理からは今までの放送法の解釈をおかしい旨の発言、実際に問題意識を持っている番組を複数例示、括弧サンデーモーニングほか、高市大臣、当時大臣は安倍総理と3月の9日に電話をされている、おりますけれども、こうした会話、サンデーモーニングという言葉が、安倍総理の口から発言があったんでしょうか。高市早苗国務大臣。その小西委員がですね、入手された文書の信憑性について、私は大いに疑問を持っております。一冊読んでおくようにということで、自分の名前のあるところだけ見ました。で、安倍総理との電話がどうのこうのと、ただ日時不詳と、括弧日時不詳と書いてある、というか、何月何日に私と安倍総理が電話をしたか、それすら書かれてませんよね。で、申し上げますけれども、放送法という一つの法律について、官邸からもしレクを求められたら私は参りますけれども、放送法について私は安倍総理と何か打ち合わせをしたり、レクをしたことはございません。でもしも私と安倍総理の電話の内容がですね、そのような文書に残ってるとしたら、私の電話に盗聴器でもついてるんでしょうか。で、大臣室にもし盗聴器がついてとしても、安倍総理が何をおっしゃったかなんてのは入らないはずですんで、全くそれは捏造文書だと私は考えております。そのような話をしたこともないし、特定の番組名を伺ったことすらございません。小西博之君。この文書はですね、マスコミの皆さん公表、昨日公表したので、国民の皆さん見ていただきたいんですが、私も行政に12年いましたけれども、さっきも申し上げましたが、総務省の最高幹部ですね、事務次官級や局長、そうした複数の幹部に共有をされて、その内容、あるいはそのこの整理の仕方、もう超一級の行政文書です。これほど事実、あるいはその関係が正確にまとめられた文書はないところなんですね。で、高市大臣もおそらくこの文書を私がどのような経緯で入手されたか、岸田総理はさっきご存知だというふうにおっしゃっていただきました。にもかかわらず、これを捏造の文書だとおっしゃるんであれば、仮にこれが捏造の文書でなければ、大臣、そして議員を辞職するということでよろしいですね。高市国務大臣。結構ですよ。じゃあ私もですね、小西委員からいただいた資料を見ましたけれども、ご指摘の文書、私の名前出てくるの4枚だったと思うんですが、私が行ったとされる発言について、私はこのようなことを言ってませんし、当時の秘書官も同席してましたので確認しましたが、言ってません。変なところ、いくつか言わせてもらいますとね、もし安倍総理と私が放送法の解釈について何か相談をしてたとしましょう。それをしてなかったからこそ、平成27年5月、藤川委員からのご質問に私が答えた答弁と、28年の2月ですか、安倍総理がなさった答弁の内容が食い違っているとして、当時、野党の方から
政府統一見解を出せと、まあ、それもペーパーにして出せと言われた、まあ、そのような食い違いが起こったぐらいですから、まあ、まずはその放送法についてはですね、安倍総理とお話をしてないということ、それから27年2月13日に私に対して、その統一、番組一本でもどうのこうのっていうレクをしたとか、いうところがあるんですけれども、27年の5月に初めて藤川委員からのご質問があって、その例えば一本の番組だった場合どうなるんだというご質問がありました。でまあ、総務省の職員に聞いていただければ分かるんですが、私は委員会開催日でも朝レクも受けないし、前夜レクも受けません。レクは受けない。主義でございます、まあ、職員の働き方改革ということで、ずっと受けておりませんでした。でもしもその5月の質問に対して、どういう答えぶりをするかっていうことでしたら2月にそのようなレクを受けるはずもございません。だからちょっと私これ時系列的にも変ですし、書かれてることも私の言葉遣いと全く違いますし、あと磯崎さんがどうのこうのって書かれてますけれども、磯崎さんが何の担当の補佐官だったか私思い出せませんが、その磯崎さんから何か放送法に対して私に話があったことすらありません。でテレビ朝日がに公平な番組なんてあるって私が言うわけがございません。まあ、と言いますのは、まあ、ちょっと恥ずかしい話ですが、藤川委員のご質問にもお答えしたんですが、ここのところ、はい、じゃあもうここでやめておきますけれども、言うはずのないことがたくさん書かれております、非常に悪意を持って、まあ、私を辞め誘うようとしたのかどうか分かりませんが、これは作られた文書だと思います。小西洋之君。高市大臣の今の説明は、当時の総務省の幹部の皆さんが悪意を持って虚偽のことを高市大臣を困らせるために作った文書と、そういう趣旨ですね。じゃあ松本総務大臣。いや、総務省のお話ですので、答弁させていただきますが、法律の解釈については、政府のない外からさまざまなご意見やお問い合わせがあるのは、私どもの本来の業務でありますし、それに対して、しっかりと説明を含めてお答えを申し上げる、これは小西委員も総務省の職員でいらっしゃったからだと思いますけど、皆さん、しっかりとお仕事をしていただいた結論として、今回、このような補充的な説明をさせていただいているというふうに理解をいたしております。その上で、先ほどの文書でございますけど、本当に先ほど申しましたように、精査をすればするほどいろいろ精査しなければいけないところが出てまいりますので、これに基づいて当時の幹部がということについては、私自身、政府の今、としてコメントすべきではないと考えているということで、ご答弁させていただきました。以上です。小西洋之君。これほどひどい究極の都会の尻尾切り、官僚の皆さんのセンスは見たことないですが、高市大臣、よろしいですか。平成27年3月6日、大臣にも確認していただいている文書ですが、総務省の官僚の皆さんが、この新しい解釈を、答弁を実行することを説明したときに、大臣は、第一声は本当にやるの、これから安保法制とかやるのに大丈夫か、民放と全面戦争になるのではないか、一度総理に直接電話したいということで、平川参事官という部下の方に、今井総理補佐官経由で総理とお話しできる電話を時間を確保するように、その場で指示、それが3月の6日から3月8日の間、そしてさっき私が申し上げた総理との記録というのは3月の9日です。高市大臣、今、私が読み上げたこの3月6日付の、本当にあるの、民放と全面戦争、一度総理に直接電話をしたい、話をしたい、全くの記憶がないということですか、ここに書かれていることは虚偽ということですか。高市国務大臣。先ほど申し上げましたけれども、その一本の番組をどう解釈するかっていうのは、藤川委員から5月に質問を受けて初めて私がお答えしたことでございます。で、それで安保法制っていうのは、これ3月っておっしゃいましたけれども、年の秋だったんじゃないでしょうか。それで全く自分の所管外のことについて、私は申し上げない、それを気にして、何かをやる余裕はございません。もう総務省の場合、本当に地方自治から消防からですね、郵政から統計から非常に対応が広いものでございますから、こういったこと申し上げておりません。小西洋之君。これ、大臣も関わる形で、当時の記録で、2月、今の予算委員会の時期ではなくて、予算委員会が終わった、NHK の予算審議も終わった、
3月以降の総務委員会で静かにやろうということを安倍総理の指示で大臣も確認してるんですね。そういう記憶ないですか。高市国務大臣。安倍総理からこういった放送法の解釈ですとか何とかについて私ご指示を受けたことありません。常にですね、当時の秘書官に聞いていただいても分かるかと思いますけれども、私逐条解説を持って帰って、ちょっと放送の当時の課の方々には申し訳なかったんですけれども、自分で答弁を書いていた日が多かったです。放送法については特に、そうでございました。小西洋之君。じゃあ、高市大臣、5月12日のですね、確かに藤川筆頭理事の質問で初めて新しい解釈を示されたんですが、それは総務省の中でいつどういう経緯で作られたんですか。高市国務大臣。それは質問通告があったからじゃないでしょうか。つまりですね、これまでは番組全体を見て考えるということで、従来その解釈は変更のあるものじゃないということを私はお答えをしております。ただ先ほど総務大臣からお話がありました、昭和30年代の答弁もありますので、それを補充的により具体的に、例示をするということであったと記憶をしております。ただその答弁書の案を私が見たのは、前日でございます。私は大体ペン入れをしたりですね、打ち直したりしますので、総務省で用意していただいた通りを申し上げたかどうかは分かりませんけれども、前日でございます。その経緯は私は知りません。小西洋之君。5月の12日の答弁書、新しい解釈ですね、その元になる考え方を高市大臣が見たのは本当に答弁の前日ですか。その事実関係を教えてください。じゃあ高市国務大臣。平成28年の2月29日の衆議院予算委員会の奥野総一郎議員の質問には、答えております放送4条の解釈について。でこれは番組全体を見て判断するということで、従来の解釈について何ら変更はございませんということで、これはおそらくその前年のですね、藤川委員に対する私の答弁に対しての質問だったと思うんですけれども、私の見解はこれまでの解釈を補充的に説明し、より明確にしたものであり、整合性に問題はないと思っておりますとお答えさせていただいてます。でその藤川委員からご質問いただいた時の答弁でございますが、昭和39年、当時の郵政省の政府参考人が国会で行った、極端な場合は一つの番組でも判断することがあり得る旨の答弁とも整合性が取れたものだということで理解をしましたので、基本的に私が知ったのはですよ、藤川委員から通告を受けて、それで答弁ぶりを前の夜に見たということです。小西洋之君。一言だけことです。今おっしゃったことが事実に反するんであれば、大臣辞職するということでよろしいですね。藤川議員の質問通告の前に初めて知ったということですが。高市国務大臣。少なくともそれまで番組全体を見て判断するのが通常である旨の答弁を私は繰り返してきたと思いますので、一つずつの番組について極端な場合にどう考えるかという問いをいただいたのは藤川委員が初めてだったと思います。小西洋之君。高市大臣がおっしゃったことはもう本当に事実に反するんですね。実は藤川委員の平成27年の5月の12日の質問というのは磯崎補佐官と藤川筆頭の間でもうシナリオも作ってやられているものなんですね。そういうふうに書いてあるわけですよ。平成7年1月29日の磯崎総理補佐官の発言、質問は補佐官がきちんとコントロールできる議員にさせる。平成20年3月24日の磯崎補佐官付きの山口氏、この委員会室にいらっしゃる方ですけれども、質問者のシナリオも磯崎補佐官が作成中のこと。つまり先に解釈を作って不当な解釈を作って、それを今のこういう予算委員会が終わった静かな時、総務委員会でやろうということで、5月の総務委員会にやるということを安倍総理もそうしようと、で高市大臣もそうしようと、で仕組まれているわけなんですけれども、それと事実関係、高市大臣、違いますか。高市国務大臣。それは明確に違います。
その例えば原価でですね、放送関係の課と、その磯崎補佐官の間でどんな話があったかは、私は何の報告も受けてませんし、私の知りうる話でもございませんし、磯崎さんと放送法について話を一回だって私はしたことがないんですよ。だからそのおっしゃる意味が全く分かりませんし、安倍総理から口頭弁しろなんていうことをいちいちですね、法律について指示を受けることもございません。小西洋之君。もう虚偽答弁の連続ですが、平成27年2月13日、高市大臣レク模様ですね、局長以下、総務省参加してますけれども、苦しくない答弁の形にするか、それとも民放相手に徹底抗戦するか、TBS とテレビ朝日をね、官邸には総務大臣は準備をしておきますと、よろしく伝えてください。補佐官が総理に説明した後の総理の回答についてきちんと情報を取ってください。総理も思いがあるでしょうから、ゴーサインが出るのではないかと思う。高市大臣、こういう発言をした記憶はございませんか。高市国務大臣。だからその日のメモが、私は悪意を持って捏造されたものだと申し上げております。小西洋之君。私の尊敬する元上司たちなんですが、なぜ総務省の幹部の皆さんが悪意を持ってこうした行政記録を作ると考えになりますか。それを説明してください。それではじゃあ高市国務大臣。私の勝手な推測かもしれませんが、平成26年の9月に総務大臣に就任をいたしまして、以来ですね、特に私は NHK 改革、とにかく受信料引き下げ、などに関してですね、非常に NHK に対して厳しい姿勢を取っておりました。それに対して省内で大変な反発が私に対してあったことは承知をしております。例えば NHK の理事が大臣室にお菓子を買って持ってくるなんてことを私は突き返しました。返しに行かせました。でもこんなことが私たちの受信料で常時行われているようじゃダメだと、いうこと、そういった私の態度が気に食わなかったんだろうと思います。その頃から一部の放送関係の幹部と私の関係が良くなかったのは確かでございます。小西洋之君。はい。ここに証人がいらっしゃるので、委員長のお願いなんですけれども、藤川先生がですね、5月の11日に質問されているんですが、その経緯について、藤川先生に委員会に文書で説明を求めたいと思います。合国理事会でこの件、協議をさせていただきます。はい、小西洋之君。はい、限られた時間で大切な問題をさらに進めてまいります。この新しい解釈を岸田総理ですね、改変というべきだと思うんですが、さらに大きな問題があります。これは政治的な圧力によって行われているものでございます。岸田総理、よろしいですか。平成27年1月15日のこの文書ですね、実は総務これ、キーとして、総務省はそれなりに抵抗したんですが、最後は磯崎総理補佐官に自ら解釈文書を作られてしまってですね、それを突きつけられたんです。で、それに対して総務省が、いや、たった一つの番組では政治公平などは判断できませんと、仮に偏った番組があっても、その後に同じ別の方向性の番組が作られれば、プラスマイナスで公平になりますから。っていうふうに、この後に別の番組があればっていう、この問題提起をしたんですが、それに対して、磯崎補佐官は激高したというふうになっております。さらに平成27年2月24日のに対してですね、総務省が当時の菅官房長官に相談したいというふうに問題提起をしたところですね、俺の顔を潰すならただじゃ済まないぞ、首が飛ぶぞ、もうここに来ることはできないからな。というふうにおっしゃったり、あるいは27年の3月の6日には、櫻井総務審議官、総務省で一番偉い事務次官級ですが、彼にも無駄な抵抗はしない方がいいと伝えておこうというふうに書いてあります。この文書全体を通じてですね、磯崎補佐官が、いわゆるこの政治的なこの圧力によって、自らが欲する解釈を作っていったということは見て取れるんですが、岸田総理、伺います。こうした法律の解釈作りというものが、憲法法の法の支配の下の行政として許されるとお考えでしょうか。しかもそれが言論報道の自由の根幹である放送法の解釈が、このような政治的な圧力によって作られたということが認められていいとお考えでしょうか。お答えください。岸田内閣総理大臣。委員が取り上げられているのは、放送法という法律の解釈についての一連の経緯についてでありますが、今、やり取りの中でもありましたように、当然のことながら、法の解釈について、議論が行われる、
これは当然のことではありますが、その中身につきましては、この正確性、あるいはその文書が作成された経緯や、あるいは作成者等における正当性が定かでないという答弁を政府からもさせていただいています。こういった正確性や正当性が定かでない、こうした文書について、私から何か申し上げることはありません。小西洋之君。岸田政権の皆さんは、自分たちに都合の悪い文書はですね、官僚の皆さんを犠牲にして、時には悪者にして、嘘だというふうにおっしゃるわけですけれども、当時ですね、旧郵政総務省から首相官邸に総理秘書官として行っていた山田総理秘書官ですね、総務省の局長から相談を受けて、平成27年2月の18日、こういう発言をしています。今回の整理は法制局に相談しているのか、してないんですね、実は。今まで番組全体でとしてきたものに、個別の番組の政治的公平の整理を行うのであれば、放送法の根幹に関わる話ではないのか、放送法改正で内決をするような話ではないのか、放送法改正となる話ではないのか、多分法改正でもできないと思いますが、さらに磯崎補佐官について、今回の話は変なヤクザに絡まれたって話ではないかということをおっしゃっています。そして総理、質問をさせていただきますけれども、磯崎補佐官は、安保法制前の萎縮を、マスコミの萎縮を狙っているというようなことをおっしゃった上で、どこのメディアも萎縮するだろう、言論弾圧ではないか、安倍政権の総理秘書官がこのような見解を述べているわけですけれども、にもかかわらず、当時のこの法解釈が作られたプロセス、その内容が正当なものと岸田総理はお考えになりますか。じゃあ、ここは松本総務大臣。先ほど総理、高市大臣からもご答弁申しましたが、そもそも、この放送法の解釈については、昭和39年の答弁でも極端な事例ということで、一つの番組でもと、しかし原則は番組全体を見てということ、この立場はこれまでもこれからも変わらないものだというふうに考えていること、その上で、今もお話がありました、私どもとしても、この解釈についても、放送事業者はじめ皆さんにはしっかりご理解をいただかなければいけないものですが、ご理解をいただいてて、放送事業者の皆様も、これまでも、また今お話があった平成28年前後に関しても、特に私どもの法制行政が変わったというふうに、私どもも書いておりませんし、変わったと受け取れるようなことにもなっていないというふうに考えております。その上で、当時の総務省の幹部ということで、私は当時、総務省には政府におったわけではありませんけれども、そもそもこの文書自身の経緯がまだ私どもも精査中でありますので、そこに記載されている方が関与したかどうかも含めて、改めて精査をしなければ申し上げられないというふうに申し上げたいと思います。小西洋之君。私も放送法の専門家で、放送法の解釈を担当したのは、さっきから大臣が言ってる総務大臣ですね、昭和39年の極端な場合を除きましてっていうのは、これ、個別の番組で判断できるという解釈じゃないんですね、その証拠に山田秘書官に持っていた資料には、個別の番組では、この答弁とともに、個別の番組では判断できません、番組全体でなければ判断できないという答弁がいっぱいつけられているところでございます。総務大臣、あるいは総務省の官僚に聞きますが、この39年の答弁以外に、極端な場合を除いて、つまり一つの番組で、政治的公平を判断できると述べた答弁や政府見解はありますか。松本総務大臣。私も昨年の秋の就任以来、所管の分野についていろいろ学ぶ中で、この政治的公平性、放送法の解釈について述べましたが、答弁については、この昭和39年のものを代表的な答弁として、ご紹介をいただいておりますので、私が今、即座にご回答申し上げられるものは、この答弁だろうかというふうに思います。その上で、番組についての政治的公平性という意味では、直近、令和4年の元旦に毎日放送が放送したトーク番組について、BPO がこの番組そのものを取り上げて、政治的公平性について指摘をされておりまして、番組の一つについて、BPO が政治的公平性について取り上げた例もあると理解をいたしておりまして、政治的公平性の議論はさまざまな形で行われると思いますが、繰り返しになりますが、放送法は表現の自由、知る権利に関わる大変大切なものでありますので、その適用、運用にあたっては、慎重に法にのっとって行ってまいる、これまでの姿勢をこれからもしっかりと堅持をしてまいりたいと思っております。以上。小西洋之君。通告しますが、総務省の官僚、39年以前にあります、前か後にありますか。
総務省小笠原洋一情報流通行政局長。ご答弁申し上げます。39年 の、 電気決定電気通信管理局長からの答弁について、そういった極端な事例と先ほど大臣から答弁申し上げたことが答弁されて、これはこれ事実でございます。でそして私どもとしては、そういった趣旨 ということがその後の答弁においてもちょっと引き継がれているものというふうに承知をしております。小西洋一君述べた答弁は政府見解はあるかと聞いています。総務省、はいはい、小笠原洋一総務省情報流通行政局長。ご答弁申し上げます。何度申し上げますが、39年 の、 答弁はあくまで放送法の解釈 ということについて大臣からご答弁申し上げている趣旨ということを説明しているものであります。でその後の答弁につきましてもちょっと同じ趣旨ということを堅持する答弁が行われているものというふうに承知しております。小西洋一君。極端な場合を除いてというように具体的にそれ明記したものがありますかと聞いています。小笠原洋一総務省情報流通行政局長。ご答弁申し上げます。何度も繰り返しになって恐縮でございますが、この放送法4条というそのやっぱりその表現の自由、あとそういった非常に重要なセンシティブな権利、センシティブなものに関わるものということ、そういうことも踏まえた答弁が39年以降堅持されているものというふうに承知しております。じゃあ補足をしますか。じゃあ松本総務大臣。ちょっと私は議事録をすべて精査したわけではありませんので、最も放送法にお詳しい委員がないとおっしゃるのであればそうかもしれませんが、私自身は、その39年の答弁を否定をするような形で解釈が変更されたことはなく、ずっとその形を堅持した上で、放送法の解釈は変えずに慎重に適用運用を行ってきたというふうに理解をいたしております。小西洋一君。岸田総理、先ほどの山田総理秘書官のどのメディアも萎縮するだろう言論弾圧ではないか、この言葉についての感想を述べてください。許されると思いますか、このような解釈の改変が。岸田内閣総理大臣。委員の方からその文書に記載されている個々の発言について挙げられ、それについて許されるかどう思うか、こういったご質問をされるわけでありますが、そもそも政府との先ほど来のやり取りの中で、その文書について正確性、あるいは正当性が定かでないと、再三答弁をさせていただいています。正確性や正当性が定かでない、この文書の中のこの発言について、私が何か申し上げることはないわけであります。小西洋一君。どれか一でも真実だと認めたら内閣総辞職しなきゃいけないからそうおっしゃってるんですが、総務省に聞きますが、新しい解釈で選挙と国分を二論する2つのケースが挙げられてますけれども、配布資料ですが、それぞれにパネルのこの赤い文字のところですね、具体的な意味内容を説明できますか、明確な基準がありますか。いや、小笠原洋一総務省情報流通行政局長。ご指摘の点でございますが、これは規範ではなくて例示でございます。で、したがって例示の中でその具体的な基準ということの定めはございません。小西洋一君。それぞれの言葉の意味を書いた文書は総務省の中に存在しますか、今。小笠原洋一総務省情報流通行政局長。ご答弁申し上げます。ただいま申し上げましたように例示でございますので、それに関する具体的な基準といったものはございません。小西洋一君。磯崎総理補佐官に押し付けられた一つの番組で正々公平を判断できるという例なんですけれども、これあくまで例示なんで他でもできるわけですけれども、全く意味内容がないわけです。それを説明する文書もないし、解釈の基準もない。日本の民主主義、その言論報道の自由がまさに今危機に瀕している。それを救うために会派を挙げて全力で戦う決意、そしてこの文書を私に提供してくれた総務省の職員の思いに応えて全力で尽くす決意を申し上げて質疑を終わります。岸田総理、高市大臣、国民の皆さんご覧のとおりですが、何一つまともに答えられてないわけですよ。こんな政治を止めなければいけない、そうした決意を申し上げさせていただきます。質疑を終わります。3月10日の本委員会で田島麻衣子議員の質疑が中断したときに、小西洋一議員が田島議員に嘘でもいいから口頭で通告したと言えばいいという発言があります。だからその辺も確認しないと、だから言ってるかどうかは、それ先生とかも秘書さんとの先生も確認しないといけないし、向こう来てないっていうんだから、ちょっと出してもらった方がいいですよ。嘘でいいから口頭でいい、嘘でいいから口頭でいい。これ
これは問題ではないでしょうか。委員長の見解を伺います。もしもし、はい、私、はい、参議院議員の立花隆と申しますが、はい、小西博之先生にちょっとお話をしたいんですが、はい、いらっしゃらないですか。ちょっとお待ちください。はい、失礼、ごめんなさい、連絡もいただかないの。連絡いただ、今行きますよ。じゃあ、君一公務のため失礼いたしますが、抜かしとるな。そうよ、公務のため失礼しますよ。行ってきたの。もういやいや、どうするのかちゃんとしろよって話だろ。よろしいですか。いいよ、大丈夫。失礼しますって、どうするかぐらい自分憲法違反だとか国連憲章違反だとかね、言っといて。立花ですが、はい、小西先生いらっしゃらない。今ちょっと公務中でございます。公務中 でそれで切るの小西さんの事務所は。いい折り返し連絡するとかご用件なんですかとか確認しないの。これ本当に聞いたの。何の公務してるの今。ちなみに国会はしたからじゃないんですか。ちょっと小西先生いらっしゃらないですか。小西さんいらっしゃらない。今いるのかいないかぐらいで教えてくださいよ。
あのね、小西さんがツイッターで僕に、やれ懲罰だとか書いてるんですよ。この件について議論しましょう、小西さん。小西博之さん。いらっしゃるんですか、いらっしゃらないんですか、どっちですか。あなた秘書の方ですよね。いるのかいないかも答えられないんですか。ねえ。小西先生が今お部屋にいらっしゃるのかどうかすら答えられないですか。いや、答えられないんですか。小西さん、はい、いらっしゃるんですよね。はい、小西ですけども、はい、どうも。はい、今千葉の被災対応で千葉県知事に対して、うん、分かりました、はい、私連絡をしている最中です。先ほどお電話いただいたときに公務中なので対応できないときちんと秘書からご連絡させていただきました。いつ対応してくれるんですか。お一人いただきますか。いつ対応してくれるんですか。何人対応しないんですか。何についてですか。あなたはツイッターで私に対してね、国連憲章違反だとか憲法を無視してでツイートしてるじゃないですか。だから何ですか。だから議論しませんかって。あなたはじゃあこれからどうするんですか。ちょっと待って、議論しないか私に呼びかけて。別に議論はしなくてもいいですよ。じゃああなたは、いや、私はあなたから、うんうん、今日この瞬間以外何の連絡もいただいてないんです。この間ツイッターで出してますよ、あなたに。私にですか。はい、立花さんが今お忙しいんで。じゃあ分かりましたよ。じゃあいつ、ちょっと待ってください。事実関係確認してください、うん、どうぞ。立花さんが私に対して、はい、ツイッターか何かで議論を呼びかけているんですか。はい、あ、申し訳ありません。もう千葉の被災対応で、はい、朝から夜まで必死に私今やってますので、はい、全く存じ上げませんでした、はい、で今申し上げたように、だから分かりました。千葉県知事に連絡取ってるので今お一人いただけますか、うん、じゃあこの後のお一人いただけますか。それいいですよ。この後もじゃあお話する気はない。今はできません。じゃあご連絡お待ちしますね。それは今お答えいたしません。ご連絡お待ちしてますけど、今公務中ですから対応できないって申し、これ以上やるんでしたら、はい、議員会館を管理している議運営委員会に申し立てますよ。今度誤解ですよ。だからお引き取りください。だから申し立てください。千葉県の被災対応を今してるんで。だから申し立てください。お願いだからお引き取りいただけますか。申し立ててくださいよ。これ以上言うんだったら今言ったじゃないですか。あなた言ったところやってくださいよ。今これ以上ね対応しない、お一人いただけないんだったら今何とおっしゃいました。じゃあ今直ちに申し立てください。じゃあ今あなたが撮ってるこの動画をですね、はい、だからとにかく直ちに言ったことをやってください。あなたは今議員会館の何か警備のところに連絡すると言ったんじゃないんですか。じゃあ今あなたが撮ってる動画を議運委員会に全くノーカットで提出しますか、うん。いいですよ全然。じゃあそうしてくださるんだったらやることを検討します。ただ今もうそんなことをやってる、今ここで考えてご返事する意図もありませんので、今被災対応やってるから、うん、これ YouTube にアップロードしますから。じゃあいいですよ、それでいいんですよね。被災対応今やってる。いやだからそれをやるのは自由ですよ。今日この瞬間もだから自由なんで、妨害されてると思うんだったら、雨ざらしになってる千葉県民の皆さんがたくさんいるんです。それ怒ってます。どうかその対応を、はい、自衛隊がそこを体制ね、はい、2000人作ってくれているので、はい、どうかそこに派遣要請をしてくださいっていうお願いを、はい、今私内閣府や千葉県だったらそのために仕事してないじゃないですか。だから今まさにそれをやってるんです。だからあなた被災した後に僕に対するツイッター書いてるじゃないですか。そんな暇があるんだったら僕のことに対して国連憲章違反だとか憲法違反だとかいう暇があるんだったら、被災の後からそんなことを書いてね。ずっと被災対応をやっているけれども、被災してから日本国の国会議員が台風来てから書いてるじゃん。先週の土曜日じゃん。憲法や国連憲章に反することをしているのを、それは見逃すこともそれもできません。だから見逃すことできないこと書いたんだったら、終わってからでも今からでもいつね議論できるのか。でしたら、それをノーカットで出してくださるんでしたら、議運委員会で呼び出しが行けば、私行きますよ。この件を、議運委員会に申し上げることが、ええ、YouTube で全部アップロードしますか。いいですよね。で検討した後に、検討して、もし議運委員会で、私が仮にですよ、もし申し立てて議運委員会が、うん、いや、ちょっといいですよ。この件を、もうそんなことはどうでもいいから、YouTube に上げていいですか。お断りします。お断りするの。はい。なんですか、もう、お断りするの。情けないね。まあ、あげてあげるから。被災対応してる。あげてあげるから、じゃあそれで文句あるなら言ってきなさいよ。被災対応してるんで、お一人いただけますか。いやです。だってあなたさっき被災対応して帰らない場合、なんか、ちょっと主演さんを呼びます。呼んでください、呼んでください。どうぞ呼んでください。国会の主演さん呼びます。はい、だから呼んでください。ならそれ言ってるのにやらないから、僕呼んでくださいって言ってるんですよ。もう国会議員同士でこういうことするのはやっぱりよくないです。いや、あなたが言ってきたんだから。今お引き取りください。で、千葉の被災対応。じゃあ、いつか必ず連絡いただけるんだったら引き取りますよ。千葉の被災対応が、いや、落ち着いて、だからそれは分かってます。またお越しください。必ず連絡いただけますか。それはお約束はできません。約束できない。はい。皆さん、全国の皆さん、こんな感じですよ。先生、押しますけどいいですか。押さなくていい。なんだよ、それ。はい、だからお引き取りください。要はいいじゃん。お引き取りください。
呼べばいいじゃん。いいですから、今あのもう千葉の本当に伝えたい、先ほども千葉の県会議員と、いや、それはそれは僕も分かるから、うん、できるだけ早くこれ終わらせたいために、だからご連絡しますって一言、被災対応が終わってから、はい、終わってからもうよろしいですか、もう5分しし終わってから、じゃあご連絡いただけますか。それはお約束できません。なぜですか。じゃあ僕が来たらいいんですか。それはあなたがやられた発言がね、うん、ツイッター上でやられてる発言が、うん、あの新聞各社の社説にも載ってますけれども、うん、あなたじゃあ新聞、日本国憲法や憲法に反す、国連、あなたじゃあ新聞だけ見て、私の発言も見ずにやったということでいいですね。見ておりますよ。私の YouTube ご覧になった上でやってる、はい、その部分は見ました、はい、じゃあもう連絡、この1ヶ月以内にいただけないんだったら、お約束はしません。わかりました、じゃあ裁判でも訴えますから。一切のお約束もしません。いや、だから1ヶ月以内に連絡なければ、あなたを被告として裁判しますから。一切のお約束もしません。いや、だから、感知しません、はっきり言うと。言っときます、1ヶ月以内に。裁判のには感知します。いや、だから僕の方からしますから、ちゃんと警告しときますから、いいですか。今、警告してるんですよ、これ、まあ、いいですから、いいですか、お引き取りください。押しましたけどね。ということです、小西さんという人間、こういうこと方ですよ。以上です。はい、国会議員 YouTube、令和元年の5月の10日、10月の3日、お昼のですね、13時25分なんですが、今、一日さんと小西洋之さんという参議院議員のことについて動画を上げたんですが、このことの発端というのは、9月の27日ですから、今から7日前、ちょうど1週間前ぐらいですかね、まあまあ5、6日前にですね、1週間も経ってないか、このようなツイートをですね、小西洋之参議院がしています。空前絶後の暴言、憲法、国連憲章の全否定に等しい。僕は憲法や国連憲章を全否定したということなんでしょうか。参議院規則に第207条では、議員は、参議院、まあ、この議員というのは参議院議員の品位を重んじなければならないと明記されていると。で、この規則への違反は、憲法58条に懲罰処分、すなわち除名も可能だと。与野党、参議院与野党の責任が問われているというようなことを書いてですね、彼がそれに対して、この毎日新聞の記事を貼り付けているわけですね。で、毎日新聞にアホみたいに子供を民族はとりあえず虐殺しよう、差別やいじめは神様が作った摂理だと、このように N 国党の立花党首、私のことですね、複数の動画で語ったと、これを貼り付けてですね、この僕の、まあ、言動が空前絶後の暴言だと、まあ、こういうふうに小西さんおっしゃるから、一度対談しましょうと、しませんかということで、僕はツイッターで彼に投げかけていたわけですけども、彼はそれをまあ見てないと、まあこのようにおっしゃってます。で、見てないとかそんなレベルじゃないんですけども、その時点でもうほぼこの人が嘘をついてるっていうのは確定なんですが、本当にね、なんて言うんだろうかな、もう本当なんて言ったらいいの、このなんかレベルの低い国会議員だなと思いますよ。自分で問題提起をしたんだから、自分でそれはちゃんと解決しなきゃ。これまではこういうことを言っても、これまでの参議院議員は許してきてたんでしょうかね、小西さんのこういう現状、こういうね、ツイッターを。僕はこんなの許しませんよ。別にそんなね、憲法違反、国会議員が憲法をですね、全否定してるとか言われてですね、黙ってられないじゃないですか。で、それに対してですね、このように、ちょっと待ってね。これ僕多分その日、翌日ぐらいに、やってますよね。28、どこやったかな。同じ28、あ、これか。これね、小西さんが憲法21条で保障されている私の表現の自由を侵害します。だから僕は表現の自由のもとで言ってるだけですよ。ただそれがね、ね、逃げないで対談しましょう、笑いって、これ小西さん宛てに立してるじゃないですか。で、小西洋議員、やれるものはやってみなさい。口だけで税金から議員報酬をもらうだけの無能国会議員がいつでも対談してあげるから連絡してきなさいと私の番号まで載せてるわけですよ。
で、まあ、要はもう小西さんという人はどんなことを過去にしてきたかって今分かるんですけど、これね、4年前の国会での彼の行動です。ちょっと YouTube 見てください。このタイトルでちょっと、これが小西議員です。このようにですね、飛び込んでるわけですよね。いわゆるこれも明らかな暴行とか傷害のことですよね。でこれをその参議院の中では、それこそ参議院の規則、このように書いてます。議員は議員の品位を重んじなければならないとかですね、こんなのね、委員長に向かって飛び込む、体でぶつかっていくとかっていうのが、本当に彼、議員の品位を重んじてるんでしょうか。もちろんですね、日頃、やじを飛ばしている国会議員、よく見ますけどもね、何人も、どこだ、これですね、議事中ですね、乱れに発言し、また騒いで他人の発言を妨げたらならないと、こう書いてるわけですよ。だから総理とか大臣がね、答弁してるときに、やじを飛ばすことも、議員規則の212条で禁止されてるんですよ。ね、僕は議論しましょうって言ってるんですよ、小西さん。あなたが今、千葉の台風の被災地対応されてるのは、それはいいことでしょう。ぜひやってください。でも、千葉の被災地、台風が起きたのは、まあ、台風が上陸したのは9月の16日未明です。で、そこから10日以上経った9月の27日にあなたはツイッターで私に対して、憲法違反、憲法を否定する発言だというツイッターを書いてるわけですよね。で、その後、まあそこから1、2、3、4、5、6、私が返事して6日間経ちますけども、私のことについては知らないと、見てないと。で、千葉の被災対応で忙しいと。もうそれは分かりますよ。じゃあ、被災対応で忙しいのは分かりますけど、じゃあ、いつだったら僕と議論していただけるんですか？議論しないんですか？言論でお互い話、いわゆるお互いが話し合いをすることが、これが国会議員のお仕事じゃないんですか？そこで分かり合えるんじゃないんですか？対応を拒否してね、一方的に人の悪口を言って、そんなことをしてて、それで国会議員や、それで韓国と仲良くできると本当に思ってるんですか？逃げずにね、ぜひ僕の内戦、50403ですよ、小西博之さん。別にね、あなたが、どこに言うのも自由ですよ、警察であろうが、この委員会、議員会館内の警備。結局警備に言うとか言っても結局言わないし。ね、もう本当逃げるばっかり。もうこんな人が国会議員していることの方がよっぽど僕は問題があると思いますよ。以上です。国会議員 YouTuber が NHK をぶっ壊す。